ここからプログラム最後まで全員で演奏いたします。演奏する曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲歌劇フィガロの結婚序曲です。モーツァルトが30歳の頃に作曲した歌劇で、世界中で人気の作品となっております。物語はロッシーニのオペラセビリアの理髪師の続編で、伯爵の家来で理髪師のフィガロと伯爵夫人のお手伝いのスザンナが結婚するまでの一日を描いた喜劇です。伯爵はお気に入りのスザンナを自分のものにするための計画を立てますが、それを知ったフィガロや夫の浮気を疑っている伯爵夫人があの手この手で計画を阻止しようとします。周りの人たちを巻き込んでストーリーは目まぐるしく展開していきますが、最後はハッピーエンドとなります。本日演奏する序曲はこれから始まる本編を予想させるようなテーマで始まり、演奏している私たちもワクワクした気持ちとなります。会場の皆様ともそんな気持ちを共有できたら嬉しく思います。それではお聴きください。